責任者出てきてくださいよ。こんな風災違法でしょうか。あんたら分かってんのか。町がゾンビに襲われてるって事実なんでしょ。許されないぞ。あの男、登場か。でも確か町を出たんじゃ。おい、そこの止まれ。よすんだ、やめとけ。はあ、何なんです。あいつが堂島の竜だ。え、カムロ町の伝説の極道桐生一馬。おかけになった電話は電源が入っていないか、電波の届かない場所に。4代目、河村町、頼ます。ご苦労だった。貴様、こんなデタラメ。今の俺に触るな。何をするか分からねえぜ。どこに目つけてんだ。うめえ。かかってこいや。まとめて面倒見てやるぜ。引退、園長先生が。ああ、俺がここを離れられないのは向こうも承知だ。だがせめてお前だけでも送別会に来てほしいってことらしい。おじさん、ひまわりって。うちと同じだ。養護施設ってこと。ああ、俺や遥が育った場所なんだ。へえ。もう随分会ってなかったろ。そうだけど、私行って大丈夫なの。ほんの 2,3 日のことだ。こっちのことは心配ない。でもお前はよくやってくれている。たまには羽を伸ばしてもらった方が俺もこき使いやすいんだ。おじさん、ねえ、お土産何がいい？本当に？やったん？曇ってきたな。
ひまわりのみんなによろしく伝えてくれ。気をつけてな。渋てえ奴らだ。こっちよ、早く。銃も持たずによく生きてたわね。あんたは？アサギ、陸上自衛隊、三等陸曹、アサギミスズ。キリュウだ。あげるわ。いや、必要ない。撃てないってこと？ゾンビになった人たちを。気持ちはわかるけど、でも彼らはもう助けられない。そんなことを言ってたらあなた死ぬわ。いらねえ世話だ。どこに行くの？女の子を探している。娘さん？娘も同然だ。当てはあるの？いや。なら、カムロ町ヒルズに生存者たちが集まってるらしいわ。バリケードを張ってね。そこでなら、何かわかるかもしれない。銃声？下？行くわ。やめろ。もう済んだわ。あなた大丈夫？ああ。なあ、あんたもしかして桐生さん？え？俺長浜ってもんです。桐生一馬さんだろ？知り合い？いや。一方的なファンさ。伝説の国道、堂島の竜。有名人ってわけ。ほら、あんたに憧れてこの町に来たようなもんだ。ダメ、離れて。何？ああ。長浜さん、あなた噛まれたのね。ああ、気持ちいい。手遅れよ。待て。離して。この人はもう人間じゃない。体の中に入り込んだゾンビの毒はやがて人を死に至らせる。そして死者は歩き始める。離して。撃つな。でも。アサギ、手を出すんじゃねえ。
やめて。もう十分でしょ。楽にしてあげようよ。ごめんね、長浜さん。待て。いやよ、まだわからないの？この人はもう。え？キリュウさん。長浜。先に行っててくれ。行きましょう。カムロ町ヒルズへ。ここに立てこもってるはずよ。なのに、そんな。しっかりしろ。行って確かめるんだ。やっぱり誰も。みんなやられたっていうの？人間？それとも。お前は。林。何？関西、近江連合。泣くなら後だ。真島の兄さん。そこや。そっからサイの河原に入れる。キルちゃん、わしな、ゾンビになってしもたかもしれん。言えば、真島さん、目が…せやから、わしはここまで。俺に、できることは。せやな。わしがゾンビになったら、そりゃお前、世界の破滅やろ。そん時、このわしを止められんのは、キルちゃん、お前だけや。頼めるな。変わらねえな、あんたは。
もう行けや。そこの姉ちゃんが退屈しとる。そんなこと。さよなら。アサギ、行くぞ。キリュウさん、本当に有名人なのね。いつカムロ町に？今朝だ。お前はやっぱり無事だったんだな。結構いっぱいいっぱいでしたけど。キリュウさん、二階堂って男のことは？ああ、聞いている。なら話が早い。さっき花屋が新しい情報を仕入れたらしいんです。行きますよね。古い知り合いと話がある。お邪魔ってわけね。悪いな。いいのよ。じゃあね、四代目。キリュウさん、彼女うちのキャバでナンバーワン行けますよ。そいつが通称 DD、 日系アメリカ人らしい。その筋じゃ名の通った武器商人だ。当てましょうか。そいつがゾンビを開発したんだ。ざっくりやな。本当にせっかちな野郎だぜ。あれれ、怒っちゃいました？数年前 DD はアフリカで発見された新種の菌をもとに細菌兵器の開発に手をつけた。タナトスってのがそのコードネームでな。やつは世界中でそのスポンサーを探していた。なるほど。そのスポンサーが近江連合の二階堂。近江連合の上も噛んでいるのか？いや、俺の読みじゃ二階堂一人だ。東上会潰したってカムロ町までこのざまじゃ組織にうまみがねえ。支援だろうな、東上会と桐生一馬への。侵入者です。奴はここに気づきました。桐生さんやべえな。ここを突破されたらサイの河原は終わりだ。大丈夫、銃の扱いには慣れてるわ。あなたたちよりもね。サイの河原を守るんでしょ。なら前に進むの。地下のゾンビを殲滅するのよ。わかった？イエスサー。奴らいません。大丈夫です。ったく、誰があんなところに。静かすぎるわ。ああ、避けて秋山。平気？
ゾクッときたぜ。アサギちゃんに呼び捨てにされて。バカ？先戻ってますよ。ええ、キリュウさん。大悟か。どなたかいらっしゃいます？現れよったな、桐生龍二。